桜が咲く頃に訪れる新たな出会い、春、春、春、ポエムっぽくなった。入学するからみんなピースして。グヨ取るよ。はい、チーズ。なんか木からひょこひょこ出てるものがいる。恥ずかしがり屋さんかな、あの入学生は。恥ずかしがり屋だね。おー、挨拶してますね。最初の友達との出会い、多分みんなこんな感じだったんだろうな。よそよそしい、うん、敬語を使ってどっから来たのって言ってんだろうな。ひよくん仲良くしてもらってない。ひよくん仲良くできなかったのか。これよりスプラ学校入学式を始めたいと思います。プログラム1番、校長先生の言葉。皆さんこんにちは、校長のものです。こんにちは。ちょっとシャイな子がいるんですけども、この度この学校に、入学おめでとうございます。これからはみんなしっかり勉強してたくましく成長してください。プログラム2番、担任の紹介。私が担任になりました。皆さん頑張ってください。一人嫌がってる。一人めっちゃ嫌がってる、担任を。まずシャイで出てこない、こっから。今ヒレを飛び出てきたぞ。入学おめでとう。入学おめでとう、みんな。入学おめでとう。なんであそこ止まるんだろうな。あ、そうだ。みんな、入学前に出した課題はやってきたかな？お、やってきた？あれ、真ん中の子、課題は？持ってきた？今回出した課題は、アサリを提出しろという、入学前の課題出したんだけど、じゃあ、ボーイの子から、課題提出お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、ヒリオくん、課題は？ん？課題？ない？忘れた？もしかして課題忘れてる？入学前から忘れちゃダメだろう。ガールは？課題は？おー、先生の後ろに投げちゃダメだよ。先生の後ろに。先生取れなかった今。危なかったよ。課題は、ひりおくん提出忘れってことで、いいかな。思ってる？ひりおくん課題。うわぁ！課題。爆弾投げられた。待って、それ宿題忘れたから翌日にいっぱい持ってきてる。いっぱいやってきた、えらい。昨日の忘れ物はチャラってことにしとこう。こんなに持ってきてくれたから、まあこれからこの学校で頑張ってくれ。